水元中央公園は東京都葛飾区水元及び南水元にある区立公園である。東公園は葛飾清掃工場1976年春工。現在の工場は2006年春工の東西南北を囲むようにして作られた公園である。東公園は1978年に開園し、水遊びのできる滝やブランコ、滑り台、そして ポニーに乗ることができるポニースクール葛飾があるのが東公園の大きな特徴である休日のポニースクール葛飾の様子。ポニースクール葛飾は葛飾生、施高50周年記念事業の一つとして1982年8月に水元中央公園内に開園した施設である。現在ポニーは15頭いて小学生から中学生までの子供が乗馬を体験できる。 また、健常時だけでなく、障害時の乗馬体験もでき、これは、全国的に見ても珍しいポニー教室になっている。その他、ポニーの世話などができる個人体験教室や団体教室があり、事前に研修を受けた小学生などが参加できる。水本体育館、葛飾清掃工場 AB 公園庁所平成26年4月1日。 現在東京都建設局 131P、葛飾区公式サイト、水元中央公園葛飾区、公式サイトポニースクール葛飾。ありがとうございます。